はい。おはようございます。沖縄のパです。はい。えー、ミケさんがね、すやすや寝てますね。はい。うんぎーさんはこっちです。で、私の後ろにパナちゃんがいます。はい。えーとですね、えー、まあ、とある、あの、YouTuber さんからのね、配信で知った情報なんですけど、はい。えー、なんかね、インドですね。はい。インド。はい。インドで、多分、もしかしたら、 小麦をね、小麦、割とインドって小麦、小麦生産してるんですよ。はい。えー、小麦をね、輸金にするという話が出ているようです。はい。えー、まだ決定ではありません。はい。えー、インドはね、世界の小麦のね、セ、えー、10%強を生産してるらしいです。はい。えー、もともとね、インドの小麦ってあの、インドと、その周辺国でしかまあ、 あ流通してはあんまりいなかったみたいなんですけど、まあ今年ね、あの、小麦がまあ世界的にね、えー、まあオーストラリアを除いてね、えー、ダメだということで、はい、取れてないということで、えー、まあスポットライトが当たってたんですけど、多分インドは雪にするんじゃないかという話が今出ていて、それでね、あのー、小麦の価格,が価格がね、先物取引ですね、先物取引の価格が 上がっているという、はい。そういった現象が起きているようです。はい。ええー、まあ、なんというかね、もう、決定ですね、これね。本当に、あの、食料不足決定なんで、皆さんも各自で、えー、備蓄する以外ないです。あのー、ここに来てね、えー、まだね、えー、まあ、どうでもいいやって思ってる人は、まあ、はいいんじゃないんですかまあ、それでね。ええー、まあ、なん、なんて言うのかな。本当に食べるものなくなったら、 あ多分、配給というものが支給されますから、はい。えー、なのでね、えー、そういった方はどうぞ、あの、配給をね、えー、配給を待っていてください。はい。そしてですね、えー、私たちね、えー、備蓄してる人たちにね、おねだりしないようにね、はい、お願いいたします。まあ、そういうことですね。はい。えー、まあ、なんていうのかな。あー、 今後ね、どうなってくるか、本当にね、未知数です、これは。はい。世界中で、えー、おかしなことが起きててね、えー、まあ、穀物倉庫とかね、あのー、食品工場とかがね、えー、なんかね、えー、火事になったりとか、あとなんか列車が走ってないね、はい。えー、列車が走ってなかったりとかね、あの、肥料のね、 えー、動物ののの肥料のねね家,家畜のね、えー、もう止められちゃってたりとかあとまあ最近フランスではねなんか襲われちゃいましたよね小麦を載せた列車がねで小麦が全部台無しになってしまったということがありました、えー、なんかねなんかおかしなことがねたくさん最近起きてますねねねまるで、ね、こう食料の、ね、はいキキッキーにね。 はいえー、拍車をかけるようなことがねいろいろ起きているみたいな感じですね。えー、それでですね、あのー、皆さんあの鳥のね鳥インフルですね鳥インフルも割とそこかしこで発生しているらしく、はいえー、アメリカではああの卵の価格がねなんと1.5倍になってしまったというねあの報告があります、はいえー。200円で買えてたものが300円するということですね。 まあ、このぐらいだったらまだね、耐えられますけどね。はい。えー、まあ、今後どうなっていくのか、様子を見ないとわかりませんということです。はい。えー、まあ、皆さんね、本当に、あの、各自お気をつけてください。えー、まあ、備蓄はするようにということですね。まあ、卵なんか備蓄できないんで、まあ、しょうがないですね。えー、他のタンパク源ですね。えー、で、補うようにね。 えー、まあ市場に出回らなくなったらの話ですけどまあ出ているうちは大丈夫大丈夫ですね。はい、で他のタンパク源もね、えー、まあ最近ほら、えー、SD のね何ちゃらでねあのー、家畜をね、えー、ちょっと少なくしようっていう動きがあるので。 はいえー、まあ缶詰でねお肉食べられる方はあちょっとねお備えておいた方がいいかもしれません私なんかはねほぼほぼもうあんまり食べてないんでね食べるにしても鶏胸肉とかその辺なんでえー、まあそうですねまああと昔昔ね昔してた備蓄がまだ山のようにあってねポーク缶とかね山のようにはないか 1>, はいまあ、1人がね1ヶ月ぐらい食べる分ぐらいはあるでしょうねポーク缶とかねはい、えー、それがまだあるんでねあと、えー、大豆タンパクですね大豆パンタンパク私の場合は水で戻してね、えー、使えるように大豆タンパクですねそれを備蓄しようと思ってます。はいえー、まだ注文したんんでい今年うーん なんていうのかな今月ね1袋注文したんですけど 1kg 入りのねはい、えー、まあ水で戻してね4倍から5倍になるんで、えー、かなりの量になりますねこれねはい、えー、そういうものでねタンパク質を補うということをねまあ考えていった方がいいとは思っておりますあと豆ですね豆はい豆はね、えー、重要なタンパク源でございますのでねはい。 そういうことで、えー、まあ、これからね、えー、備蓄は必須ということですよ。はい、何にせよね。はい、えー、そういうことでございます。またね、えー、多分ね、えー、オーストラリアは大丈夫だろうけど、どうなんでしょうね。 はいえー、日本のねオーストラリアからの小麦の輸入量ってどのくらいなんでしょうかね。はい、まあ沖縄では売ってますよオーストラリア産の小麦が。はいえーまあ、お菓子材料ね生花材料の専門店に行くと、えー、5キロ単位で売ってますね、はいえー。オーストラリア産の小麦もございます。はいえー、ちなみに沖縄ではね、えー、離島ですね。離島を。 離島で、えー、小麦作ってます。はいえー、小麦ってね、えー、ごめんなさいね話長くなっちゃって、えー、すごくねあの生産難しいんですよ日本では、はいえー、湿気を嫌いますのでねあと涼しいところじゃないとちょっと育ちませんなので北海道とかがねやっぱりメインになりますねあと九州のねちょっと高台ですね、えー、高知にあるところがねなんかがね、えー、やっぱり 小麦の主な生産地になっているようです。はい、えー、まあそういうわけでね、えー、皆様ああまあ備えていきましょう。何があっても安心です。備えておけばね。はい、ええー、まあ備えたくないという人はね、ええー、まあ政府のね、えー、配給を待ってください。<laughs> まあその待ってる間お腹が空くのはもうちょっと。 と我慢してもらわないとダメですけどね。まあ、そのぐらいの備蓄は、あの、あった方がいいんじゃないんですかね。はい。あの、ね、えー、数ヶ月分はね、えー、あの、なんて言うのかな。今、日本のね、動き、あの、見てると、やっぱりね、あの、すぐには動かないからね、これね。はい。なので、配給出すにしても多分ね、数ヶ月かかるんで、まあ、 自分はいいわ、配給食べるからっていう人も、数ヶ月分は用意しといた方がいいと思いますね。はい。まあそういうことです。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄バパです。今日も楽しくね、一日を過ごしましょう。